Hazard 6. Your man. Oh, easy, Lu Yao. Huh? I see how Hung Lao. Biohazard 6をやりながら人生相談乗っていきたいと思うんですが、いきなりね、これだけマシンガンで撃たれても不死身な男ジェイク編をスタートしたいと思います。今回はパート3じゃないや、パート2じゃない、だった3なんですね。はい、ということで、ちょっと待ってね、もう一人鍵を持った男、こいつこいつだって言ってね、こいつ始末しましたら、早速本日の1個目の相談乗っていこうというふうに思います。オッケー、倒れたか？倒れてねえよ。オッケー、じゃあ倒れましたね。早速ね、本日のね、1個目の質問ね、やっていきたいと思います。ちなみに、ここ、シェリーちゃんのお色気シーンが見れるので、最後まで楽しみにしてください。はい、ということで、早速1個目の質問ですね。自分は物事をはっきりと言うタイプで、嫌なことは嫌ときちんと伝えるのですが、そのせいで友達を失ってしまったことがあります。どう伝えれば相手の気分を害さずに伝えることができるでしょうかってことですね。まあ、本当の友達だったら、伝え方うんぬんっていうのは関係なく、ちゃんと受け止めてくれますんで、もしかしたらその嫌なことは嫌って言ったのが、なんだろうな、相手が本当にその友達だって思ってくれてなかったっていう可能性があります。で、嫌な、物事をはっきり言うタイプって、伝え方の部分もあるんですけど、やっぱりその自分本位になってないかなって、周りがみんな盛り上がっている中で、なんか、自分だけそのしらけるような一言をポッと言ったら、そりゃ相手だって、なんだよ、せっかく、お前に振ってやってるのにとか、みんなで楽しく会話してるのに水差すようなこと嫌がってっていう風に、まあ、ちょっとマイナスに捉えられてしまうっていうようなことは、残念ながら起こってしまうわけなんですね。まあ、その中で、あなたがどう伝えたかっていうところなんですけど、その自分が嫌だって思うことを素直にストレートに伝えるって、これすごく大事なことですよね。自分が嫌だと思ってることに関して、なんか嫌々付き合ったりとかっていう必要は当然ないと思います。うん、それは間違いない。ただそれが全てが全て自分本位な伝え方をしていないかっていうのを気をつけてほしい。それがちょっと具体的にどういう伝え方をしたらこれちょっとなんか自分本位だよねっていうのがわからないんですけど、なんか例えば嫌だっていうことを伝えて伝えるだけでいいにもかかわらず、なんかその相手の気分を害するようななんか気持ち悪いとか、そんなやってるバカちゃんとか、なんかその相手を傷つけるようななんか一言がプラスアルファされていたとしたら、それは相手は気分良くないですよね。なんで自分がそれはいいなと思ってまずは話を振ってきているっていうわけなんで、そこになんか突っかかるような一言っていうのがあったら、それはお前なんなんムカつくわってなるわけじゃないですか。うん、でめっちゃ来てるわ、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる、全然、おお、全然生まれてる、うん、っていうわけなんで、それはねちょっとねもしかしたら相手を傷つけるような人も言っちゃっている可能性があると思いますので、単に自分の気持ちを伝えるっていうことと、その相手を傷つける、なんか、ね、自分に矢印を向けている場合と相手に矢印を向けてしまっている場合とっていうので、その差っていうのがあると思いますので、それがどうなっているかっていうのは、自分の言動を改めて振り返ってみられるっていうのは、すごく大事になってくるかなと思いますけどね。危ない危ない、うん、この部分がまあ大事かもしれないですね。だから僕もとか、なんだろうな、部活とかやってた時に、当然チームを強くさせたい、自分が上手くなりたい、周りも上手くなってほしいという一心から、
まあ、結構ねきつい一言を浴びせたりとかしてたことがあるんですけど、確かに僕は勝ちたいから一生懸命練習したりとかってしますけど、周りはそんなんじゃなかったっていうか、それは温度差感じて、あんまりそこまで言われなあかんので、それ相手を傷つけるだけの結果になってしまうんですよね。だから強くさせ、強くしたい、強くさせたいっていう思いがあって、相手に物事をはっきりと伝えます。でもそれが相手の本意じゃないところだとしたら、それは当然ながら相手はなんかムカつくとか傷ついたってなって、ね、お前と一緒に部活なんかやってられるかっていう結論になってしまって、結果的にチーム誰もついてこないみたいなね、そんな感じになっちゃうんじゃないかなと思いますから、うん、だからね、僕中学校の時に、まあ小中高とずっとバスケでキャプテンやってたんですけど、中学の時は投票制だったんですよ。でそれもその1年生と2年生ね、まあ、3年生は引退した後にキャプテンを決めるっていう話だったんで、2年生と1年生の中で投票して、まあ、紙に名前を書いて投票するっていう式だ形式だったんですけど、1年で集めてもらった紙と2年で集めてもらった紙っていうのを今思えば全部混ぜればよかったのにと思ったんですけど、なんか1年は1年、2年は2年っていうので集めて、で開票してったんですよ。で結果何が起こったかっていうと、1年生はほぼほぼ僕の名前を書いてくれてたんですけど、2年生で僕を支持した人間がゼロだったっていうね。それにもかかわらず得票数がその中で一番だったからっていう理由でキャプテンになっちゃったっていうね、うん、っていうのがあったんで、これはショックでしたね。うん、であともう一つが、高校の時は引退する3年生の先輩から、まあ、その3年生の中での話し合いの中で、こいつをキャプテンにしたらいいんじゃないかとか、こいつを副キャプテンにしたらいいんじゃないかっていう、まあある種その投票みたいな感じで、投票とか、まあ意見交換会みたいなのが繰り広げられるわけなんですね。その中で、まあブルーホースやった方がいいよっていう、まあブルーホースでいいんじゃないか、で副キャプテンは誰々がいいんじゃないか、誰々がいいんじゃないかっていうような、そんな決定がされたんですけど、まあ、先輩のマネージャーのね、女性の先輩が3人いたんですけど、そのうちの1人の方がキャプテン、ね、ブルーホースお前だよっていう風に言ってくれましたと。前のキャプテンがそういう風に言ってくれたと。ただその女性のキャプテンの方が私はあなたがキャプテンになることは認めないっていう一言を浴びせられた時は、うん、まあムカッとした半分、ショックだった半分っていう感じですよね、うん、あ、全員が納得の上で なったようなキャプテンじゃなかったんだなっていうふうに思って、うん、まあそう、まあよくよく考えたら僕チームのことを考えるっていうのも、なんか自分のことばっかり考えてるっていう、そんなね、なんか人間だったんで、今思えばね、うん、もっと周りに目を配るべきだったし、どういう発言をしたらいいとか、どういう引っ張り方をしたらいいかとかっていうのは、もっともっと考えなくちゃいけなかったところだと思うんですけど、そういう部分ではね、まあもう十数年前の話ですから、まだまだね、甘いねと思うね、うん、まあ大人になった今だからね、分かることとかっていうのもありますけどね、はい、だから反省があるかと思うんですよ。そう、ちょっとズームがめっちゃむずい。ズームなんでできない。あ、できた、できた。そう。反省があると思うんですよ。で、その反省を次に活かせれば OK ですと、うん。気分害してしまったという過去があるんでね。で、その過去を悔やみつつも気分害さないで、どうやって相手とコミュニケーションを取ったらいいのかっていうことを、やっぱり改めて考えて、まあ、そういった発言をしないで、また相手に気持ちよく、でも自分の意見をきちんと伝えるっていう方法はどうやったらいいのかなっていうことを、ちゃんとね、考えて実践するっていうのが大事になってくるんじゃないかなと思いますね。だからその一方で、また同じことを繰り返すっていうのは、これは愚か者っていう話ですから、そうならないためにも、やっぱりきちんと過去を振り返ってみる。で、次はこうした方がいいなっていうことを、ちゃんと表現するっていうのが大事になってくるんじゃないかなというふうに思いますね。はい。ということで、ちょっとまあ、今パートは短めなんですけれども、切りのいいところに来たんで、このムービーが終わったらね、本パートはね、終了したいと思います。ということで、キャッキャウフフのシーンですね。見えた。結構あるよね、シェリーね。普通に考えたら D とか E とかそんくらいあるんじゃないかなと思うけどね。皆さんどう思います？どうでもいいわけな。ゲームキャラに興奮するあれはね、と思うけど。いや、やっぱね、金髪。
でね、20代の20歳の体で、でいや、そのお尻まで見せてくれたらいいのに。でくびれがもうキュッとしてる。で外人でしょ。で今のさ、ノブラじゃねって思うんだけど、気のせいかな。Using my antibody to enhance the scene. こっち見えちゃう。大丈夫かな。What else? まあそんなことなんでね。はい。もうあと多分 1,2 分くらいで終わるんじゃないかなと思いますんで、一旦この辺りで質問同じ対話は閉じようと思いますけど、まあここからねちょっとね、あのなんか中国っぽいあの雰囲気のと、まあ中国なんだけど、中華のあの中身っていうのをボッコボコにね、あのしまくっていくっていうそんなチャプターになってて、まあここから結構激しめになってくる、いくから面白いんじゃないかなと思いますけどね。はい。Ended up turning himself into some kind of monster.You know, I thought Daryl Dad was just a deadbeat who skipped out on us. No, no, no. He was actually a freaking nut job who almost destroyed the world. Your father's actions have nothing to do with it. Yeah, but his blood does. That's the whole reason why we're even here. I mean, come on. You really think that crazy doesn't run in the family? That nothing of who my father was didn't somehow get passed on down to me? You of all people should know that's true.むちゃくちゃをしてそれに対する怒りを感じているものもあれば、もう一人もの方も、あの町一つをね、あの壊すくらいのね、あのとんでもないことをやった親にもかかわらず、やっぱりあの親を恨んで生きるっていうのと、そことは切り離して自分は自分の人生があるからって言って生きていくたくましさっていうのとね、わっってね、うん、そこはやっぱ信念の違いっていうことをね、ズバッと信念言ってますけど、まあ、そういうところじゃないですかね。ただその信念っていうものを履き違えてしまうと友達は去ってしまうというところなんで、そこをねぜひ気をつけていただいて、まあ、気をつけるって言ったらね、なんか自分が我慢しなきゃいけないみたいな印象になっちゃうからあんまり僕は好きじゃないんですけど、まあ、そうじゃなくってね、あのぜひね自分もいい気分になって相手もいい気分にさせてっていうのを目指してやっていただくのがいいのではないかなというふうに思います。ということでね、君のいいところになりますんで、本番とこちらで紹介させていただきます。ということで最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。